今の子はどうだ？あんたのその件。え？まあ悪い、珍しい武器を持ってると思ってな。ごめんなさい、彼そういうのに興味があるから。キリト君、話をするならまずは私たちの自己紹介をしなくちゃ。そうだな。俺はキリト、剣士キリトだ。私はアスナよ、よろしくね。俺はアルフェ、こっちはシオンだ、よろしく。キリトとアスナ、あなたたちよくここに来るの？あ、いや、ここに来たのは初めてだよ。キリト君がどうしても気になるって言うから立ち寄らせてもらってたの。気になるって、ここ修練場よ。まあ命の心配も恨みつらみもなしに自分を試せるんだ。それでもう十分暴れたのか？そのつもりだったんだが、正直もう少し歯応えが欲しかったな。という感じでキリト君にはちょっと物足りなかったみたい。ずいぶん腕に自信があるよ。だったら今度は俺たちと手合わせしてみないか？あなたたちと？ちょっと何を言い出すの、アルフェ。いいじゃないか、シオン。俺たちだってまだまだ強くならなきゃいけないんだ。そのために強い相手との戦いは絶対に役に立つ。それにキリトたちがどんな戦い方をするのか、どんな風に武器を使うのか。どうせその興味が本音でしょうに。いいこと、あくまで鍛錬のためよ、遊びじゃなくて。分かってるって。そっちはどうだ？どうする、アスナ。それを私に聞くの？キリト君の答えはもう決まってるんでしょ？あ、お見通しってことか。分かった、あんたたちの力見させてもらってもいいか？ああ、やるからには本気で行かせてもらう。こっちもだ。それじゃあ中で会おう。凄腕だったんだな。あんたたちこそ、俺も楽しませてもらったよ。見たこともない技ばかりだった。一体どこで習ったんだ？ほとんど実戦で身につけたんだが、強いて言うならアインクラッド流だな。アインクラッド流、耳慣れない名前ね。そうね、きっとここで使っているのは私たちくらいだと思うわ。相当珍しい流派って。俺でも習うことができるか？あ、教えるのはあまり得意じゃないんだけどな。いいんじゃない？キリト君だってこの人たちの戦い方に興味を持ってたし。まあ実戦でいいって言うなら考えておくよ。それにしてもあなたたちの戦い方、信じられないくらい息ぴったりね。ああ、どうやったらあんな風に連携取れるようになるんだ？そうね、キリト君とは長い間パートナーを組んできたからかな。アスナのおかげで俺も目の前の相手に集中して戦えてるよ。信頼し合ってるんだな。そうだと嬉しいんだけど、キリト君って結構隠し事が多かったりするのよね。私に何も言わないで危険なことに首を突っ込んじゃってることも多いし。それは冗談よ、半分くらいはね。おいおい、
主導権はアスナの方か。人ごとみたいに言ってるけど、いつも勝手に厄介ごと持ち込むのは誰？いや、それはその…すまない。あ、まったく。そっちだって似たようなもんじゃないか。お互い苦労してそうだな。何を？何？いや、なんでもない。キリトとアスナから学べることは多かったなって。まあ、得るものがあったならそれでいいけど。私たちもいい経験になったわ。よかったらまた戦いましょう。俺たちしばらくはここにいると思うから、また声をかけてくれ。わかった。キリト、アスナ、またよろしくな。素晴らしい品に出会えた。行くぞ、アスナ。え、気をつけろ。あの二人ただ者じゃない。分かってて始めたんでしょ。今さら何言ってるの。ああ、だけど想像以上だ。どうなるんだ。突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。キリタク、あった。どうだ。あいつは全然好きだね。ああ、息が合ってるどころじゃないな。まるでお互いがどう動くか。けど連携なら俺だったって。振り注げ、行って、行けるぞ。イジェネレイト、勝つのでない。イジタ、こっちの番だ。俺は君たちか。君からは目を離せない。何も何もさせるなんて強いな。でもまだ負けたわけじゃない。私たちの本気を見せるわ。イジタ、今だ。くらえ、撃ち取れ。倒れろ。こういう連携だ。足止めは任せたまえ。さあ、拳を温めとくぜ。
アスナの剣さばき、相変わらず切り開く。アーク炎症カイ、人生が泣けないんだから。気をつけろ、尋常ではない力だ。心の身に輝く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 輝終わりだ。これで終わりだ。